ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。俺だけかと思った。始まりました。月刊ブルチャンネル始まりましたね。はい。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いかです。あれ、人事です。そして伊集院です、うん。今日はなんかあれですね、うん。トリオですね。うん。なんかそっち側一人足りないね。絵が。そう？うん。あ、本当だ。の。スリーピース。スリーピースになっちゃう。うん。今日、うん、あれどうしたの？ん？誰？あやつは。誰？迷彩。迷彩。え、誰？ん？あの、サンド君は。誰くん？セバスチャンは。あ、セバスチャンね。SB、うん、SB ね。SB。うんうん。SB は今日ちょっと所要で忙しいのかな。うん。まあそうだと思いますね。うん。うん。ちょっとすみません申し訳ないですけど、今日セバスチャン抜きの3人で、うん、そうね。セバスチャンファンの方々、皆さん申し訳ございません。セバスロス。うん。いやいやいや。いつものね、あの司会進行のセバスチャンがいないから。そうですね。もう我々たどたどしくなっておりますけども、っていうかさっきちらっと話に上がりましたが、はい、このさ、うん、モニターのさ上と下でさ、うん、まるで別スタジオかのような色味の違いというそうね、後ろの背景も君と英次郎結構結構白白しく白白白、うん、ね、イクオライト当たってるよね。ああ、ジョイライト、ジョイライトね。どれですかね、うん、これなんか健康的な色合いじゃん、色味じゃない、うん、でもさっきよりなんか明るく見えるけどね、うん、あ、ほんとだ、うん、ほんとだ、あ、もう画面によって違うね、そうだね、こっち見るとあれ、うん、めっちゃ俺と以上色白だね、うん、なんかね、これ今日からね、うん、カメラがちょっと変わってるらしいんです、そうですね、そういうことですか、いいカメラになったらしいですね、うん、HD ですよ、こっちいいカメラ、あ、そういうことじゃないよね、両方同じです、今までがこっちが弱かったんですか、両方ともあの弱かったです、よかった。両方変わったってことだ。いいじゃないですか。うん。ちゅうか、俺、やっぱ、牛な顔。なんか、今更すいません。ほんと。いや、いいんですけど、もう僕はこんなもんなんでいいんですけど、あの、なんつうんですかね。僕もすいません。大丈夫です。まだ薄さをさらけ出せないという人ね。薄さをさらけ。4人中3人は薄い娘です、ね、4人中3人は薄い、最も薄い人はいないですけど、ね、最も薄い人はいないで言っちゃう、うん、薄口だからね、薄口醤油、もう減塩に減塩もすごい、いやいやいや、うん、ね、昨日ライブでしたね我々ね、うんうんうん、超楽しかったね。そうですね、うん、昨日は。なんか俺すごい初心に戻ったライブだった。ものすごい楽しかった。なんか、ね、まあもちろんいつも楽しいとかね、うん、本気だしやってることはね気持ちは同じなんだけど、うん、やっぱライブって生ものでその瞬間瞬間とか ね、 そうね、空気とか、うん、あのお客さんとかその、うん、もちろん対バンの方のテンションとかで変わるじゃない。うん、そう、ね。いや昨日はね本当に俺なんかこう。かましたろって思ったんだよね、うん、あー、うん、昨日なんかそういう空気あったね、うん、リハからみんななんか、ね、テンション高かったもんね、うん、どうしたの、いや、どうしたの、みんなどうしたぐらい、うん、ライブ良かったもん、良かった、うんうん、俺らのその空気感っていうか、うん、うん、面白かった、まあいいバトンをねそもそもジュアル KB からもらったしね、すげえ盛り上がってたからね、うん、頭から MC してたもん、うん、さすがのパフォーマンスだったな、うん、いや俺ね前10年前対バンしたことがあって、うん、仕事っていうかあれで、うん、なんか全然ねなんか別物のようになってたね、いや、うん、俺もそう思った、10年経つと何て言うんだろう、うん、多分分かんない、ドラムの人とドラム歴10年なのか分かんないけど、うん、とにかくドラムが上手くなって、うまかったよね、うん、全然上手、そうそうそう、すげえしっかりしてたし、ベースのダンチ君もみんな演奏上手くなってて、うん、曲も良くなってるし、そうね、クオリティが、ね、あの下手側にいたギターの方にさ、うん、俺あまりに音が良くて、そう、うまかったし、うん、いや俺スティービー・レイボンみたいな、誰それ、あちょっともう俺もう肉かなんかかと思ってちょっとこうなんていうか、うん、あのブルージーな
音のストラトキャスターの乾いた音を弾いて、いや本当にすっごい音良くて、何でも弾けちゃうような人、上手くて、でほら芸人さんの集まりバンドっていう認識だったから、うんね、失礼にもさ、リハ終わりでさ、うん、芸人さんなのにめっちゃ上手くないですかそしたら、いや僕芸人じゃないですあこれ失礼しましたとか言ってだろうねっていう感じの音だったもんね、うん、いやすっげえ抜けてくるんだ、いい音だね、二、うん、人ともいい音だった、ね、ギター本当に良かった、いやうちのセバスも負けてないですけどね、何が音は、あ音はね、うん、負けてないよ、それ音はねないよ、そうそうそう、喋りも負けてなかったよ、負けてないね、負けてないよ、自分でハードル上げていって、うんけどね、うん、テンション高かったね、高かったね、うん、笑いの長渕さんっていう振りが気に入ったんだろうね連発して言いたくてしょうがなかった、そうそうそう人の手柄をこう取る いやでもみんな楽しそうで、うん、よかったね、うん、やっぱ俺あの後のみベースの団地くんと飲んで、ずっといろいろこうね、ジュアル KB の結成の話とか、お、うん、そういう話をすごいいろいろ聞いてね、うん、すげえ面白い、へー、うん、まあ、真面目っていうか音楽にはものすごいストイックだよね、うん、真面目だなっていうか、いや不思議だよね、いやだから不思議、うん、なんかその芸人さんという括りではもう全く見なかっただからね、うん、そのステージに関しては、うんね、だから、うんうん、やっぱとはいえこっちはね音楽だけで、うん、やってる側の人間だから、うん、だからもうそこはちょっと、うん、ガチッと言う、ね、まあそうだね、ちょっとこれはちょっと言わしとかなきゃいけないと思ってて、うんうん、まあでもいい刺激をもらいましたよ、うん、本当に素晴らしかった、ジュアル警備ありがとうございました、ありがとうございました、本当ありがたいです、来てくれたみんなも本当ありがとうございました、ありがとうございます、はい、でね、もう次も決まってますからね、はい、来月の4月13日、うん、新宿ブレイズで今度は本物のビジュアル系と、ディオーラね、うん、ディオーラとガチガチのビジュアル系、ね、これどうなることやるだね、うん、ライブ見たことあるの、いや映像でしかないね、あやっぱそう、うん、いやちょっと化粧濃くなるよ多分みんなだって俺は T シャツじゃん。T シャツじゃん。T シャツじゃん。そこは、うん、そこはね。うん、今さら NML でガチガチ。あのこんな高い底とかね、うん、厚底のね。まずセバスコンロー禁止しない。サラッサ。サラッサ。サラッサいいね。外れたいのかけたいね。うん、サラッサ。いやでもね、ちょっと楽しみですね。ビジュアル系。うん。ガチガチのビジュアル系。若い人たちなんですか。じゃないですよね、うんうん、若手ではすごいめちゃくちゃかっこいいバンドですよ、ね、今来て、うん、楽しみでね、うん、いやいやいや、伊藤君でも本当全員知り合いだよね、いやそう、いや知り合いではないよ、知ってる知ってる、うん、知ってるけど、うん、知り合いまではいかない、行ってないけど、ああ本当、うん、まあなんかきっかけがないとね、まあ確かにね、うんうん、もうまあなんかその僕の場合ベース会っていうのがあってさ、うん、ああそっかそっか、そういうので飲んだりして、まあ紹介の紹介みたいな、うんうんうん、で知り合いになること、うん、ノンジャンルでね、はい、ラウドから、うん、ビジュアル系から、うん、そういうのが多いから多分ベース会っていうかもはや移行会、いやいやそれは違う、僕移行会的なのは実はやってなくて、あそうなの、そうなんです、今のベース会っていうのはね、あの、うん、コールドレインっていうラウド系の、はいはいはい、リョーってやってて、うんうん、あいつがまあ集めるんです、へえ、人数を、あいつ人脈あるもんね、すごい人脈、うん、なるほど、本当にだからやばい、歩くハローページの異名を取られちゃう、いや俺なんかより全然本当全然全然、うん、やばいね、いや何がやばい、しない何を言いたい別にそう歩くハローページ、うん、ね、そういうの行くを代名詞なのに取られちゃう、いやいや、うん、全然、うん、そう気楽だよね、なんか自分が呼んでるわけでもないし、ああまあ、ね、呼ばれる側っていうか、なんかまあね、集める方が大変だもんね、いや大変だよ絶対、でもね、もうグループラインっていうのがあって、ベース会もう一言この日どこそこやりますみたいな、まあ別にそれに対して返信する人も何人ぐらい、あんまり、いやすごいいたな、すごいいた、100は超えてた、へえすごいね、だからもしみんな来たらね、100何人とか集まっちゃうことになるけど、100バンドさすがにそこまで活動止まっちゃうから、あそう、ね、そう考えたらそうだね、やってやって、はいっぱいやって、うん、そしたら俺らライブで行く、俺じゃないってね、量は量は
すごいね、うんうん、すごい。やったらいいじゃん、順次会。順次会キャンプで仲良くなる。 俺やったらマクドナルドだから何それ、マクドナルド、アルコール、ノンアルコール、そうマクドナルドで斬新だな、回マクドナルド、朝朝マクドナルド健康的だね、うん、意外と集まるかも。ドラマ100人集まってラジオ体操とかやるからいいじゃん、爽やかでも誰もがそのベース会飲み会で誰もが全員お酒好きでとか、うん、お酒強いとかってことは絶対ないじゃん、うん、まあね、うん、それぞれあるけど、まあ、うん、その場の雰囲気っていうか、そうね、そういうとこもあるだろうしね。何か求めてくるわけだからね。うんうん、まあ飲む人もいれば、うん、テキーラ行く人もいれば、ウーロン茶でずっと喋る人もいれば、いろいろだと思うけどね。そうね、うん。イメージあるじゃん、なんかラウド系はめっちゃ酒飲むんじゃないか、うんうんうん。そんなことないよね。そうね。飲むやつもいるわね、うんうん。イメージ。だって順になんかガブガブ飲みそうなイメージだからね。あ、全く、すっげえよく言われるの、めっちゃ酒飲みそうとか、うん、そうだよね、うん、俺青汁だからね毎日青汁だけは本当毎朝欠かさず俺も言ったら青汁だから、うん、あ、飲んでんの、飲んでる、飲んでる、なるほどね、それはそれ、朝飲んでる、そうか俺青汁派だからとかそういうことじゃないの、派とかじゃない、派とかじゃない、メンバー2人青汁朝飲んでる酒飲まないで青汁飲んでる、いや、ねえ、面白いね。ジュンジ君アイスコーヒー派だよね。うん、アイスコーヒー。ジュンジ君ホットコーヒー飲んでるの見たことないよ。ホットコーヒー飲まない。え、飲まないよ。真冬でもキンキンに寒い中でも暖を取るという意味では、うん、その缶コーヒーあったかいの買って手温めることはあるけど、飲まない。え、あったかいものを基本飲まないってこと？まあかもしれない。その食事のスープとかだったら飲むけど。え、あったかいお茶は飲まないの？飲まない。あ、そういうことか。うん。うん、なるほど。え、お汁粉とか、缶のお汁粉とか美味しいじゃん。あれはもう飲み物じゃないじゃん。そういうこと、うんうん、え、あったかい中華料理ってさ、最後出るじゃん、うん、中華料理って基本なんだっけ、冷たいお茶ってあんま、へぇ、うん、ホットだよね、うん、いや、うん、最後に必然的に出されたものとか、最初でもなんでもは、チビはやるけど、別にその自分で自らあったかいお茶くださいとかコーヒーください、だから海外行くとアイスコーヒーって基本ないから、日本発祥なんだってよ、アイスコーヒーって。え、そうなんだ、うん、へぇ、そうだ、だからアイスコーヒーとか言ってももう何残っちゃって言われることあるから、うん、海外とか結構困る。あー、でもそうなんだ、ね、うん、飲み物、水しかない。確かに、もう寒い中ツーリングとか行くじゃん、アイスコーヒーあの、そう、優しさで買ってきてくれるんだけど、寒いのにアイス持ってくるから冷めて嬉しいんだけど、なんだろうこれ寒いわみたいな、そうなるね。だから寒いからって気使ってホットコーヒーとかもらうと、うん、なんで温けんだよ、そう、そう、手は温めんだけど、うん、開けない、うん、だから俺そう考えてみると味噌汁も飲まないかもしれない。本当に、うん、いや、だ、あれ出さ、うん、出てくりゃ飲むけど、うんうん、そうなんだ、自分からっていうのがない、うん、ないね、ね、うん、汁の温かいもの、汁もあんまり、うん、そうだね、ビュッフェとか一緒に行っても汁も取らないよね。ラーメンスープは飲むよね。あ、ラーメンは、うん、それはちょっと違うんだよね、うんうんうん、そうだわ、意外だね、意外だね、うん、俺なんかその朝起きた時のこうあったかいっていうか、もうホットコーヒーをこう朝飲む瞬間が好きなんですよ、うんうん、コーヒーの匂いがしてきて、うんうん、こう分かる分かる、うん、いや分かる分かる分かる、それがアイスだとしてもコーヒーの匂いって出てくるから、そのアイスコーヒーからは出てこないけど、ほとんど、はい、でもその、あの今ほらピッてやってガーッとかカートリッジ入れてやるやつだから、あそこからもうコーヒーの匂いは一緒だよね、あれいい匂いだよね、うん、でもね俺ね、そコーヒーばっかりアホみたいに飲んでるけど、そんなにコーヒー通じゃなくて、もうスタバとかああいうあの手のカフェのコーヒーってね、うんうん、あんま飲めなくて、あ、なんか一時期すごい飲んでたけど、甘いやつか、いや、じゃなくて濃くてね、鼻の濃いあれ、あー、濃いやつ、うん、意外と逆にちゃんとしたコーヒーの方が濃いんだね、多分、うん、いわゆるアメリカン、そう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 、だから今はもう本当にお世辞抜きにローソンのあのアイスコーヒーが一番好き、あ、へー、うん、来ましたね、ローソン。その次、ファミマ。ファミマ。うん、ファミマ。俺ね、ファミマのね、
カフェ、カフェラテ、ファミマのカフェラテ、ファミマのカフェをラテが美味しい、すごく牛乳感が、それはあのなんあれなんていうの、もう作るやつじゃなくて、だから作るやつだよ、作るやつのカフェラテ、うん、あの、うん、セブンイレブンだとあの甘いんだよね、なんか、ね、うん、確かね、なんか甘い、もうできた瞬間からちょっと甘く感じてる、うん、砂糖が嫌だから、そのミルクの甘さが良かったりする。要はその砂糖の入ってないカフェオレが好きなの。ああ、なるほどね。結構そういうのってさ、なくない？そうね。砂糖が入ってる、ね、缶とかでもチルド的なものでも、うんうん、ないよね。あんまりね。うん、その牛乳の甘さでっていうのないね。うん、砂糖無糖のカフェラテが好きなんだよね。あったかいのも好きだよ。なるほど、うん。あのね、今俺また食事をがっつりやってんのよ、うん、食事療法、うん、そのダイエット目的のね、うんうん、でもうね悟りの道へ、もうあと一歩で悟りの道へもうね扉が見えてるから、もうそこもあと一歩なんだけど、もうね俺の衝撃のお昼ご飯って、俺毎朝今ジム行ってんの、あもう、うん、ライブの日以外はほぼ前に、毎朝午前中にもう入れちゃうの、で今日も行ってたの、朝し結局ね 4,5 時間しか寝てないんだけど、うん、もう入ってるからもったいない、うん、もうちょっとトレーナーさん待ってるし、うん、よし行こうつって でそこで散々もう地獄のメニューをやってから、うん、そのジムで食事をするんだけど、もうねちょぼっとの玄米と、あ玄米、本日のスープっていう、なんかそのちっこいティーカップに普通にコーヒーぐらい入ってる量のに椎茸と人参なんかチュッチュッって入ってる程度のほんと薄味のが俺のまず朝ごはんというか新ごはんというか囚人みたいな、いや囚人っていうか囚人の皆さん結構いいもん食ってるそっかそれよりもうなぎとか出てくるらしいからね、えマジでいやいや、そんでそれをね、その玄米をパクッで、もぐもぐもぐで、スープをすすが、美味しい、あで、この間ちょっと混み合ってて、うん、スープがなかなか出てこなかった、うん、で玄米だけ先に、すいません、これだけ先にっつって、うん、で、玄米、で俺せっかちだから待てないじゃない、うん、で、玄米だけこう食べてたの、もぐもぐしながら、うん、玄米の甘みを感じながら俺もう悟りの扉がもう玄米美味しいな、噛めば噛むほど味が出るのみたいな出るのなんか気持ちよくしてるね、いやなんかね、なんか俺ほら異国と一緒でおかずはパンチ効いてないと絶対嫌じゃない、そうだ、ね、基本そうなの、はいはい、もうおでんでご飯食えるかっていうタイプだから本当はおでんはおかずなんかなんねえよっていうタイプなんだけど、そうだね、うん、でも今は余裕でなる、もう何だったらご飯で白米だけで美味しくいただける、うん、悟ってるね仙人のようだね、うんうん、今月いっぱいやるから俺もうちょっと、ああ、うん、すごいね、すごい、玄米の甘み、玄米に甘みを感じる、もうね今月末にはもう俺もう板チョコみたいなボディになってるからちょっと、うん、ねえ、ちょっとね、すごい、うん、いやストイックな、うん、いいことですね、うんうん、はい、そしてですね、はい、昨日のライブでね、うん、告知しましたけども、うん、まあ来月ライブやって、うん、で5月はないじゃない、うん、5月はないですね、ちょっと、うん、ブルはちょっとないんですけども、6月に、はい、全6カ所、うん、まあシリーズ的なもんで言うとファカモンシリーズという、うん、はい、ことで6カ所ツアーを今回もね、いま、ます、イエーイ、えい、今回もね新しい場所が、うん、3カ所ですよ、うん、まず6月の6日は名古屋、うん、で6月の7日は大阪の、うん、1日明けて6月9日は岡山、うん、そしてその次6月10日が鳥取の、うん、6月11日に、行くをふるさとの島根、島根なんだね、うんうん、そしてファイナルが6月30日と、うん、ちょっと挨拶を、うん、行こう、くんの実家行こう、うん、挨拶行かない、泊まる遠いかも島根とはいえ、島根とはいえ、うん、めちゃくちゃ島根って横に長いんです、なるほど、この、まあ、静岡県みたいな、
あーそうそう、ほんとそういうそのくらいで、こう まだ会場発表してないよね。うん、会場はまだ、まあ今言えるのは実家から遠いっていうことぐらいかなみたいな。うん、だから多分その肯定的鳥取の後島根でしょ、うん、そうだね。だから島根終わった後にうちまで来るってことは可能だけど。ああなるほどね、すごい遠いよ。まあその後ないからね、うん、あだったらいい、うん、いいけど、だって10年目にして11年目にしてまだね挨拶してないからね。そうだね、うん、うちのうん、あ、順次変わってるね、うちの母ちゃん、父ちゃんも会ってる、会ってる、TM の時会ってる、会ってる、そう、ほんとほんとほんと、だっていつも言ってるよ、あつし君、あつし君、順次だよ、じゃあおい子だおい子そうそうそう、だから TM ってことはブルの前ってことだね。そうそうそうだね、そう、うん、それはあの、島根っていうか、まあね、あっちの方でもライブやったりして、そう、会ってる、うん。じゃあ順位だけがコンプリートしてるわけだ、メンバーの親。あ、そう ねそうだわ、うんうんうん、勝手にだけどね断りもなく勝手に人の実家に行くっていう、びっくりしたもん、ね、らしいです、うん、でお邪魔してお茶ごちそうになる仲良く写真撮ってんじゃねえよいやあれはねちょっと笑ったね、うん、めっちゃ面白いなそれ面白い。いやちょっとじゃあ行きたいですね。うん、なんかね、うまくスケジュールが、うん、入ってた、うん、逆にいらっしゃるかもしれないもんね、ライブ。ね。どうなんだろうね。まあ、会場がどうなのかは分かんないけど、ね、見れる場所であればね。そうだね。うん、いや俺、うん、そうだね、うん。いつ発表するんだろうね。これファッカモンだから、うん、これはワンマンではないわけですよね。そうそうそう。これは対バンシリーズなので、うん、全部対バンですね。まあこれは今までのハッカモンの今回のハッカモンの流れでいうとツーマンでしょ、うん、アッシュダーヒーローもそうですけど、うん、ジュアルケビー、まあ、これツーマンなんじゃないですかね、うん、そうね、アッシュは違う、アッシュはハッカモンじゃない、あれはお呼ばれ、そうか、うん、あ、そうか、うん、そう、あれはお呼ばれ、そうだね、お呼ばれか、あれは向こうのハッカモンシリーズです。なるほど、なるほど、シリーズならば向こうのハッカモン、そうだから、ジュアルケビーからがハッカモンシリーズなんで、なるほど、うん、なるほど、そういうことか、そうか、そうそう、4だったもんね、そうそうそう、だからね、この6カ所はまあいろんなバンドとね、バンドとそれでやりますからね、感じになる、誰が相手になるのかね、あれでしょ、楽しみですけど、意外なとことかあったりするのかね、カモンどうでしょうね、うん、意外なとこ、うん、意外なバンドってこと言ってる ねさあどうでしょう、うん、どうでしょう、いやいやいや、うん、楽しみですねまあこのあーまあまあ言えないか、ね、なんか必須ゲーム的な、ね、うん、ものになればまあいいなと、そうね、いう部分もありますね、そうね、何かを持ってこのツアー、うん、そうね、行く的なね、せっかく行くんですからね、はい、うん、まあちょっと何かしらを持って、はい、うん、うん、てかね、うん、はい、いくおさんいつも可愛いって可愛い島根、うん、え、自分のバンドで地元でライブやるのって初めて、うん、初めてかもしれない、お、自分のバンドはそうだね、前の、うん、前のバンドもないないね、うん、いいね、ないよないよ、全然ない、島根は絶対ないもん、一回ソロで、うん、ソロで行ったことがある、ソロっていうこと、テニプリの時、あ、でも全然それ最近、去年、おととし、あ、最近の、うん、そうだね、ちょっとセッションみたいな感じで、あ、それで島根、うん、うん、一人で行って向こうのミュージシャンと一緒に共演したとか、へえ、まあセミナーだよねセミナー系でそこのなんかそういうライブハウスでやったっていうのがあるかな、そうなんだ、うん、なるほどね、はい、このまま流れでプロレスに出ちゃうみたいなことはない、プロレスまあ生田さん、ね、生田さんのね、うん、そう、ちょうど昨日の前の日がそうなんで、ストレスピットでね、日高郁人さんやってたね、周年で、それはまあバンド形態で僕もソロやったんだけど、リングプロレス形態でなんかこうすっごい盛り上がると思うんで、伊藤君が出ていくんだけど何もせずすぐ帰ってきてタッチしたからいやね、でもいや、それあるのよ、魔界っていうのがあって、うん、伊藤君が、お、まあ、あ、ギターね、例えば一緒だった、魔界っつって、うんうん、ギター同士でリング上戦うって
でこういうガーンって言ったらあーみたいな。ああなるほど。そういう演出をしつつ、そうそうね、やって、うん、それでギター対プロレスラーっていうのもあるの。だから伊沢くんプロレスラーと対決したことあるらしくて。へえ。伊沢くん早引きで倒してきて。そう、うん。それのベース版みたいなのがあれば、うん、そのなんそうだよ。うん、このプシャッでこう効果音がまあだけどそれがダブルジョッキングの。ああ。キュインさ。なんか斬新だな。伊沢くんチョップ受けながらベーンとビーンベーン。受かるんだ。自分でそうそう最後は勝つ設定なんだけど一回ブレンバスターとか受けて無駄に受けるの見たい見たい行くよ怖いわ身長あるからね結構恐ろしいそうねいやおもろい脱力した行こうか心身の痛くないやでも受け身もベーンとそこはちゃんとねいやちょっと見たいなそれすごいなんかね面白いもんだえじゃあ次はその戦うってことベースでいや戦う予定はないけどそういうものもあるうんあるみたいですよ、うん、面白そうすごい人気あるってうん僕はただのイクトさんの入場曲を僕の曲を使ってるんでそれをまあ生で演奏したとか僕だけリングであのメンバーとメンバーはステージで演奏してなるほどあなるほどね劇場でやっていくつさんが上がってきて、うん、ほうそこで週刊プロレスかなんかの写真をこうツーショット週刊プロレス週プロ出ちゃったの週プロ出ちゃう面白いね面白いよねだっていくつさんもベーマが出ちゃったわけだもんねそうすごいねあそっかうん、うん、いや結構ミュージシャンプロレスマニアの人ってすごいいや多いと思うよ昨日一緒にいた丈太郎くんっていうあのベーシストの、うん、その子も来てくれてたんだけど、うん、めちゃくちゃプロレス詳しいいやプロレス好き多いのよバンドマンとか、まあ、どのジャンルにもいると思うんだけど野球好きとプロレス好きは本当に多いそうね多いね、うん、共通の何かがさ野球プロレスアイドル多いよアイドル、アイドル結構そのアンプに好きなアイドルの写真貼ってる人とか結構いたね。そうなんだ。うん。それね絡められたらきっと本望だろうね。そうね。結果的にね。野球とミュージシャンってなかなか難しいけど、うんうん、アイドルだったら絡みやすいもんね。そうだね。うん、へえ。そうなんだ。どうする代打で一打席。俺歌関係ないよねそうさ新しいね代打英二郎最初にさ試合前に歌うならまだしもさ代打出てるの俺そうそうすごいコラボだね代打だったら俺いけるよフォアボール狙えるからもうストライクゾーンめっちゃちっちゃくして全部この辺通るでしょもうビュン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 野球やってた時いつも監督に言われたでも振りとしてはやっぱりデッドボールなんで当たり行かなきゃいけないんだよ。ルイ出ちゃったりとかして。いや出るなんてフォアボールでいいじゃん。こう挟まれてさ、行ったり来たりしてほしい。あれね。何を求めてるの野球だぞ。いや、いいですね、そういうなんかあって。なんかブルもそういう絡みがなんかあったらいいのにね。面白そうだよね。でもさ、タジャブルなんかさ。まあ、あの知名度的にはさもう言ってしまったらお茶の間で言ったらブルごときなわけじゃないですか結局さ例えばさ俺とかイコ君出てたとしても誰だこいつはってそう代打英二郎とかなんだこいつでも俺プロレスだっていけるかもしれない何プロレス言わせんなよねはいまあ、もっと首太くしないとあれだよこれ以上本当にえこれ以上あれ別にでもアウトじゃないもんねやめてもラインがわからんラインがうんまあねはい、うんはい、おもろいですねそういうのもねはい、うん、ですねさあ、うん、セバスチャンとかさ、うん、電話したら出んのかないやどうだろうなうん、忙しいのかおうでもセバスしてないもんねうんどうだろうねセバス何してんの
忙しいふりとかいいよ。連絡もらえばいいんじゃないの。うん、あのどうせ暇だろうから連絡して。うん、すばす生電話。うん、何してんのってほら、バイト。正解。ブルのグループラインで LINE してみようか。最近できたんだよね、ブルで。僕は LINE とかやってる。あ、そっか、順にはあれだもんね。金曜ロードショーとか見てんの、セバス？今日金曜日？テレビ好きだもんね。うん、金曜日。お、何やってたのね、うん、今日なんだろう。俺さ、全然話しとるけど、うん、趣味ないじゃない。それで最近その宮子さんね、うん、あの人すごい漫画好きで、漫画好きで、今ほらサラリーマンの人とか通勤中にこうやって見てる人ってもうほぼいないらしく、そう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 、スマホで漫画をまあ見てるらしいんだ、みんな。でその LINE 漫画っていうのはすごく面白いと。で LINE の漫画で、それで面白いのをすごい教えてもらって、うん、その基本的にそのえぐい、うん、まあ、進撃の巨人的なじゃないけど、うんうん、ちょっとこう人間食う的なじゃないけど、うんうん、ちょっとえぐめな漫画がすごく面白いっすよみたいなの聞いて。何見てる？で東京グールっていうの見た。東京グール、あのグールっていうのが結構有名だよね。漢字で グールってすごい、食うっていう字に口へん、ね、うん、口へんのね。グールってどうだっけな、みんな知ってるかな、東京グールって。うん、あるある。それを、うん、こうお試しっていうのがあって、うんうん、ああ出て出て、東京そう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 、そうグールって読むんですよ。要は人間を食う、はいはいはい、まあ、人間社会にいる人間を食う人と人間がまあ共存してて、うん、まあ主人公がまあね、ああやっぱ有名なんだね。それが面白くて、最初のお試しでまず面白かったら、うん、あの課金してみたらどうみたいな、たらもうこれはちょっと面白そうだなと。もうそっからひたすら課金課金課金で、あ、そんな見てる。もうほぼ全部へえ、止まんなくなっちゃってさ。いや止まんないよ、ね、俺いろいろ何個か、うんうんうん、見る、会員登録してるけど。あ、はいはいはい、やっぱ見るねえ、あれ、すごいめちゃめちゃ面白い。すごい、あっという間にその、うん、ページをめく、まあ単行本なんだよね結局。はいはいはい、そうそう、なんですよ、あと何ページで終わるとかこう分かるじゃん、うん、分かんない、分かんないよね、うん、終わっちゃったっすね、課金かみたいな、あ、じゃあ次見たい、見たいって、ね、一個ポンとしたらもうすぐこうすぐまた見れるようになってるから、うん、止まんなくなって、さあ携帯アプリとかのゲームとかそういうのの課金システムってうまいことできてるよね、うん、本当にギリギリのもう惜しいっていうところで課金行きたくなるシステムになってるよね。単車の虎っていうゲームがあってあったね、なんか知ってる、カスタムしてるやつ。俺2万円使ったからね、あれにロケット買うの。そんで最初に登録したメールアドレス、会員登録したメールアドレスがどうやら間違ってたらしいの、うんうんうん、自分の、うん、で機種変した時に、うん、要は入れ直さなきゃいけない、その端末が変わったからっつって、はい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 、で俺自分のアドレス入れてその自分のそのログインしようとしたらアドレスが違うって言われて、うん、えっと思ったらもうそんな間違ったアドレスなんかもう当然覚えてるわけないから、まあね、もう全部パーで、あらあら今円パー、うん、マジで。そういうのあるよね、なんかさ、もう、うん、携帯とかさパソコンとかさもう覚えてくれるじゃない、勝手に、うん、勝手にログインしてくれるし覚えないよね、メモっておかないとさ怖いよね、うん、ID とパスワードとかね、わかんないよね、うん、わかんない、本当にわかんない。で結構さ最初の昔の頃ってさ、すっげえ簡単なパスワードでもよかったのにさ、あ、もういろいろ入れなきゃじゃない、あの英語と数字混ぜないとダメとかね、あるね。でその場でもうちゃちゃってやったらもう1時間ぐらい忘れたりとかさ、うん、あれ危ないよね逆に。うん、いや、本当に便利、便利だしすごいんだなと思って、うん、進化が全くそれ知らなくて、うん、よくでも携帯で見れるね、うん、携帯を縦じゃなくて横にして、うん、
そっちの方が画面がちょっとでかいか、はいはいはい、でスクロールしてまあ iPad とかあればいい、まあまあ、まあ、iPad で見ることよりもあとなんだっけな、またなんか映画化されたさ、うん、あのカエルの知らない殺人鬼の、ね、あっ人じゃん、うん、なんだったっけ、それ3巻で完結だ、うん、カエル、うん、うん、あの主演がさ、うん、カエルの殺人鬼、ちょっと小栗くん、小栗くん、そうそう、そうミュージアム、ミュージアム、ミュージアム、あーなんかあったね、これめっちゃ面白かった、うん、あ、寄生獣ね、懐かしい、寄生獣は僕は懐かしいね、あ、映画も見たし、あ、俺純次君の映画見た、そうだ、あ、あ、だからずいぶん前に買ってて、うん、全然時間なかったんで、うん、ちょっとこの間オフがあって見ようと思って、うん、見ましたね、お、今とか今から見る見たよね、俺はもう見たけど、すごい面白かった、斬新な死に方をする12、そう、あれ純次君だけだね、ああいう死に方するのさ、ん、シンジ君だけひどいよね。ひどいでも。あと割と、ね、普通に死んでいくの、ね、的には。そのプロデューサーの人が言ってたんだけど、はいはい、あの淳二さんだけじゃないですかと、ああいう映画、はいはい、あの映画の中で2つあるエグいシーンの1つが淳二さんのその最後のシーン、うん、はいはいはい、で、あの他の人たちって結構ゆるい感じで、だから本当に死んだかどうかっていう。わかんないよ、うん、確かにそんな感じだから、わかんないけど、もし次があったとして、うんうん、実は死んでなかったみたいなこともあんのかなとか、わかんないけどね、なるほど、ふわっとしてる、うんうん、俺はありえないけど完全に死んでるね、うん、そうそうそう、で俺がありえるとしたら向こう側で出るから、そうそうそう、その向こう側で、そう、割合そう、そうそうそう、花子さん VS 純次君、もう純次君で出るの、純次君、あ、そっか、ジョー君、ジョーでしょ、ジョー君、ジョー、純次君になっちゃった、純次君はダメでしょ、佐久間君とかね、うん、あのタバコ吸わない純次君がタバコ吸ってるとね、いや、あれ、うん、あれ共演者の子に、うん、タバコ吸ってる子いたから、うん、ちょっとタバコくれっつって、うん、でベランダ出て、うん、で倒す練習をしてて、その、うん、吸い込まないけど、うん、まるで吸ってるように見えるのをやって、うん、で何度も見てもらって、どうとか言ったら、いや、嘘くさいっすとか言ってで、これはとかって、あ、今の良かったって、そうなんだ、そうそうそう、そうね、見てもらって、ふかしってもう吸わない分溜めちゃうからね、うん、漏れるからね、でもね、すごい便利、タバコをくわえてるだけで悪ぶり感が増す、すごかった、うん、すごかったね、うん、悪さ、そう、超嫌なやつ、いや絶対おめえ最初死ねえよってやつ、意外と死なないっていうね、そうそうそうね、もう、うん、トイレのシーンはね、ほんとね、もう悪いなーって感じだったもん、ね、俺こんなやつ友達持ちたくねえと思ったもん、うん、いや、あれね、なんか別にだからなんだったわけじゃないけど、あのトイレのシーンは最初にほら自分の手を汚さずにおめこれ剥がしてる、うん、あれ割と素の俺だわ嫌ね 俺結構ああいうやつだあ、確かに剥がすやつ俺だ、そうでしょそうでしょじゃねえだぜ、ほらこれ超怖いじゃん、エイジのお餅と剥がしてるやつ、やだよ、やじゃねえよ、やだよあるあるわあるあるあります、うん、割とそうね、そうそう、いやでも優しいよ、順には最後の最後は裏切らないよ、俺は、うん、仲間は見限らないよ、うんうん、最後の最後だけ、うん、そこまでは散々な感じするけど、うんうん、いや何チャラにしようとしてんのすごい、ライブハウスの店長さんが怖い人だとね、あの人 ね, ね、あの人ちょっと仲良くなって俺舞台とか見に行ったりさ、うん、全然普通にいい人で、あ、うん、あんな役じゃないんだけど、なんか雰囲気が怖い、ね、ライブハウスの店員さんっていうさ、うん、設定がないじゃない、うんうん、みんなの中に、うん、だから俺しか知らないよね、あ、なるほど、うん、だから最初は、うん、おい、いつまでもチャレンジャーしてんじゃねえよみたいな感じで、うんうん、いや店員さんそんな感じじゃないなぁなんて思って、うんうん、でちょっとあの割とこう
静かに言い放つ方がっぽいかもしれないですよとかして、あ、そうなんですね、そうなんですねとかって、分かりましたみたいな、すげえ、まあ、脚本いつまでもチャラチャラしてんじゃねえよみたいな、あ、そうそうそう、そんな感じって言って雰囲気出てたライブハウスの店員感ってそうは考えてるけど、当然俺しか知らねえよなと思って、そうそうそう、もうだから長くそこに勤めてる、ね、うんうんうん、顔、そのライバーズの顔みたいな人で、ちょっと顔もてる、うん、そう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 、ガキが舐めんなよっていう空気は出てた、ね、そうそう、うん、なるほど、確かに、はい、楽しみですね。次は何をやるんでしょうね、あなたはね、どこに行くんですかね、うん、あ、そうか、僕バンやろ、うん、バンドやろうって言ってたね、昨日ね、おう、うん、それ言った方がいいよ、その自分の携帯のアプリでダウンロードしようと思ったら全然ダウンロードできなくて、うん、重いのかな、そのあれもないのかな、何ですか、そのなんですか、まあ、メモリが足りないのかわかんないけど、あ、携帯のね、うん、なんか全然 50% ぐらいまでいって、そこからダウンロードできなくて聞けずに、 Wi-Fi の飛んでるとこで、いや、 Wi-Fi 飛んでるとこでやったんだよね、うんうん、なんでですかね、あら、あ、やっぱ時間かかる、メモリがどうとかの問題じゃない、問題じゃない、うん、あれすごい時間かかるんですかね、普通にそんなでかいはないと思うけどね時間かかるんだね、うん、バンドやろうぜだっけ、うん、バンドやろうぜ、うんうん、そうそう、懐かしいね、 それあれギター版は大田君がね、おお、あとはベース版みたいな感じだった、うん、はあ、そう、面白い、なるほど最近そういうのもやらせてもらいました、そうそう、ね、あ、でもアダムだったね、アダム、アダム、あ、もうそういう情報も出てる、うん、もう出てる、うん、アダム、バンヤロ重いんだって、あ、重いんだね、うん、じゃあ我慢我慢して、リコー君が引きすぎたんじゃないの、そういうことじゃないっけ、音符多すぎて重くなった、ちょっとゲームをダウンロードする、あ、ゲームをね、ゲーム自体のダウンロードアプリ、俺もでもね、実は昔ブルはもうやってたけど、うん、アプリの歌歌ってんだよね、4曲か5曲ぐらい、それもなんだっけな、もうタイトル忘れたけど、ズーキーパー、いや違う、ズーキーパー懐かしい、どこで歌う場所あの中に俺出てくる、チートチートチート、そう、それ、うん、あの明石正雄さんがプロデュースで、おお、うん、それもバンドで、そのバンドのメンバーと恋していくみたいな、シナリオで、へえ、うん、俺もそれゲームできなかったけど、もっと言ったらさ、あれブルやってる頃だよね、当然ね、うん、あの2人でほら電極つけて、あーやった、あーあったね、なんかモーションキャプチャー、ね、そうそう、モーションキャプチャーっていうのか、モーションキャプチャーと、あの黒い装体着て、もじもじくんみたいなので、もじくんで、あのちっこい白い玉いっぱいくっつけて、演奏シーンは、ね、演奏シーンでそれが CG グラフィックになった、そのゲーム上のキャラの演奏になる、ね、あれが何のゲームだったの、あれは海外製のゲームだったらしいよね、うんうん、へえ、日本にはないゲームだったんだ、うん、U2 の曲だったような気が、あ、そうなの、あれ曲 U2 だった、いや、覚えてないね、でも一時期あったね、そのエアロ、エアロ版とかね、あれはいわゆる音ゲーだったのかね、あの時代も56年どうなんだろう、5、6年とこじゃないよ、じゃないよね、うん、10年前ぐらいだよね、うん、あった、でも結局情報公開しないままあれは何だったんだろう、何だったんだろう、うん、なんかリハの時にそういう話してるの覚えてる、うん、でやっぱキャラが決まってて、そのバンドの設定の、ね、俺やっぱドラムって世の中の印象ってそういう感じなのかなと思うんだけど、やっぱあの、うん、なんだろう、ストリートファイターとかに出てくる、うん、あのすげえなんかブランドこれみたいなでかいヒゲの先、はいはい、ああいう感じの一番イカつい系のねまあドラムってそうなんだろうなっていう、絶対ほっそりしたイケメンじゃないっていう、うん、ああドラマつうんね確かにベースはなんかこうひょろい人が印象だね、そうね、うん、意外にボーカルが小柄な人って設定が多いっていう、やんちゃ系な感じだよね、うん、ギターがシュッとした感じだよね、うん、綺麗めのギター、いや、ね、ギタリスマ系の、うん、もうちょっとこうモキッとしたイメージないギターって、うん、わかんない男らしいイメージベースがちょっとガリっていう感じ、うん、なんかね、うんうんうん、いろいろみんなやってますね、ねちょこちょこね、うん、そうなんですよ、あ、そうそう、ダーリンは芸能人って、これゲームじゃないのかな、ダーリンは芸能人、何ですかそれ、何それ、さっきの
英二郎がやったってやつ。へえ。なんでわかったの？すごい。ダーリンは芸能人っていうゲーム。ゲームだったと思うけどね。でもなんかこれ実写化されたんだ途中で。へえ、うん。それでやりませんかみたいな話ね。なかったね。なかったし。ダーリン。クライアント飛んじゃうし。もう散々だった。あら。へえ。残念だもん。残念だし。うん、なるほどね、いろいろあるね。へえ、ダーリンは芸能人、乙女ゲームなんだって。うん、ああダーリン英二郎、うんダーリン、そうそうそう、うん、ダーリン役な。全然俺と似つかわないもうキャラだったけどね。うん、いろいろあるね、うん、進歩がすごいな、携帯とかね。ほんとなんか iPhone もまた戻るんでしょ。今ジャックだっけ、あのヘッドホン、うん、イヤホンか、イヤホンジャックがなくなって防水にするために、うん、あのこれでしょ、こうなってるでしょ、ブルートゥース、基本ブルートゥース使えよってことなんだろうけど、うん、で一応その、そのイヤホンジャックに変換するちっこいのはついてんだけど、まあなくすよね。そうなる、まあ俺一応まだ大事に持ってるけど。なるほど、それ戻るの？いや不評だと思うわ俺は。あれは不便だもんだって。なるほどね、ブルートゥース、めんどくさいね。だでも最近俺やっとね、ブルートゥースイヤホン、あの、うん、電話するためじゃなくて音楽聴くようなやつ初めて買って、はい、へー、自分で最後走るときはそれで映画見ながら、もう線がないやつだね、うんうん、いいねそれ。すごいな、あの陣内孝則さん、うん、いいじゃね、お笑いじゃない方、はい、俳優さんの明太ロック、うんはいうん、毎日同じ時間帯にジムにいるの、はい、同じ時間、まあ、別トレーナーさんにやってるんだけど、うん、まあ一回もそんな言葉交わすことももちろんないし、うん、知り合いでもないし、うん、あれなんだけど、まあさすがに毎朝会うというか、うん、ロッカールームで一応ね、あのすれ違ったりするときは、うん、みたいなことや、全然お互い多分こう、まあまあ、毎日来てるなこいつって思われ思ってくれてるかもしれないけど、で陣内さんも最後終わった後走るわけ、うん、で俺もその横で走るんだけど、大体同じ時間走ってぜいぜい言いながら二人で帰っていくっていう、まあ、向こうも思ってるだろうね、毎朝オレンジアートの方がいいんだよ。何してるやつだろ。まあ、印象はね、多分半端ないだろうからね、その頭だとね。そう。その Bluetooth のそのコードレスのやつって充電なの？充電。充電。充電なんだ。なるほどね。そう。充電か。それを充電するのがなんかめんどくさいね。まあね。で別で、あ、まあ携帯。大元はその Bluetooth で飛ばして見る、うん、あうんうん、ねうんうん、iPod とかになると2つ充電しなきゃいけなくなるじゃん。で充電するじゃない、うん、絶対忘れる、忘れていく、うん、だろう、ね、充電器から、ね、で使いたい時にあ充電し家だわ、わかる、うん、そうなんだよ、だね、いろいろありますな、うん、これからまたゲあれだね、何うどんって、まあ、えうどん分かる、うどんって何、うどんそんな話した俺ら、うん、本当だうどんって言った。何だろううどん、うどん買います。うどん買います、どういうこと、うどん買います、うん、うん、せますかなんかこう気を引くためにだとしたら勝ちだね、セバス、うん、勝ちだね、うんうん、なんでうどんって、うどん屋でバイト。あーセバスな、そうなの。うどんの形に見える、これがうどんに見えるってこと。わかんない、見えるの、見えないか、うどん 白くてこんな感じでしょ、いや Bluetooth って違ったっけ、うんじゃないか、うん、5人目からうどんが出てるように見える、うん、セバデンしてくれと、目からうどんが出てるように見える、どういうこと、
ん、何からうどんが、目からうどんが、耳、ケーブルが白いから耳からうどんが出てるように見える。ああ、やっぱそうだよそうだよ。んあれってこう、みんな白になってて、こう先っぽがピョッとなって切れてるじゃん、うん、だよね。あの喋るやつ、喋るやつじゃなくて、じゃなくて、あのいわゆる iPhone についてる Bluetooth のイヤホン。 iPhone に Bluetooth のなんかついてるっけ、そもそも iPhone。 今回のやつそうだよね、 iPhone7 の、うん、あれ、うん、あ、本当？iPhone の、あ、iPhone、俺見てない。あれすごい変なのよ、うん、こうなって、ここからピョンってこう、ここのくらいしかないの。それがうどん、それ目からうどんが出てるみたいな。確かに。はあ、なるほど。 iPhone7 だね。こう、つながってないってこと。つながってない、だからここまで一緒で、ここで止まってるような感じ。へえ、変なの、すごい不思議なんだよ。そんなのあんだな、うん。あ、別売りって言ってるの、うん、なるほど。あ、切れたうどんの、うんうん、いや、ほんと絶対なくすわ、そんなの、うん、あ、別売りなの、別売りなの、なるほど、うん、まあ、うどん食いたいよね、うどん食いたいね、うん、食ってないなと思う、うん、ラーメンも食ってないな、ラーメン、うん、ラーメンだった、ラーメン、ラーメン、ラーメンじゃないの、ラーメンって言ったラーメン食ってないね、うん、ちょっと音声荒かったらエロいからね、うん、うん、いや、なんでもない、ラーメン、何うどんが好き、うん、何うどん、うどん、うん、普通じゃない、うん、肉うどん、わかめうどんとかそういうこと。あのね、うん、うどんは冷やしですよ、うんうん、ああ冷やし、ね、冷やしたぬきみたいなやついい、ね、で肉とっていうんだね、あれうまかったね、あのね、吉田うどん、吉田うどんもあったね、うん、なんか富士吉田っていう地域にある、あ、はい、その辺の一帯のうどんは吉田うどんって普通、まあったかいね、冷たい、ほんとね、これほんと火通ってますっていうぐらい硬い、あ、いいじゃん、コシがいいね、うん、そういうのいいじゃないの、あれあれみたいな感じやのさ、名古屋のさ、うん、きしめん、きしめんちゃう、名古屋のに味噌煮込みうどんの麺ってすごくない、すごいけど、 あれ感じ、あれはね、うん、あのあったかいスープ、おつゆに使った時点で柔らかくなるんでね、うん、はい、やっぱり食感が、だから冷やしでもう茹で上がったやつをキュッて冷水で締めてあるやつっていうのがもうね、こんな食い方じゃねえ、いや結構量あったけどいけるもんだね、いけるでしょ、うん、あれは、あれもあった、うん、太い、太いんだ、太いね、結構なんか雑な四角形っぽいやつでしょ、うん、あ、これ四角形っぽいっていうか断面図が四角っぽい感じ、うん、四角っぽいね、うん、あ、でもなんか、なんかほんと手作りな感じだから、うん、いびつな、うん、あんま整ってない感じ、うん、確か島根の田舎に出雲かなんかにあるのよ、玉木っていう名前があって、うん、それがそんな感じだったと思う、へぇ、うん、玉木っていう名前、有名な玉木、有名、コマーシャル、それがまあ太い太い、うん、うどん食いたくなってきた、うん、いや、うどんは美味しいよ、美味しいね、美味しいね、でも俺多分2人とは真逆なんだよね、柔らかいうどん好きだ、うん、細いの、細いと長崎って稲庭だね、そっちより、うん、後藤うどんもね細いのよ、うん、長崎の後藤ってあるじゃん、島、知らない、知らない、聞いたことある、うん、後の島でしょ、そう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 、うん、聞いたことある、息とか、うん、その後藤うどんっていうのが細いね、へえ、そういうと思うよね、だからこっち来て太いうどんしか出てこないから結構、あ、そうなんだ、うん、カルチャーショックだ、え、その吉田うどんだっけ、うん、それっぽいのって東京じゃ食えないの、いや、そんなことないと思うんだけどね、どっかあるよね、うん、なんだろう、何うどん、どっかにはそういうの出してるとこあると思うけど、あんま見ないね、焼き肉そに硬いの食ってみた、あのなんだっけ、亀、何亀、丸亀、丸亀製麺、うん、ちょっと近いっちゃ近くない、うん、太さとか丸亀製麺ってうどん屋さん、いわゆるその丸丸うどんみたいなでしょ、うん、丸亀製麺所ってあるじゃん、いろんなとこに、あれもそうだけど、うん、あれより比べ物なんないぐらい太いでしょ、多分吉田なんちゃう、まあまあそうね、一回りは大きいかな、うん、うんうん、あれくらい太いの食ってみたいな、うん、うまいんだよ、いいね、うん、いや、だからブルゼッケンでキャンプ行こうって、うん、キャ
キャンプ？キャンプ行って、で一泊して、でその帰り道に寄ってうどん食べて帰る。キャンプでうどん作るんじゃないんだ。作る作らない。あれは作れないよな。無理無理無理、うん。キャンプは純ちゃんカレーがある。あなるほど。純ちゃんカレーとかあげる。あなるほど。あいいね、行きたい行きたい。レパートリーなかなか増えない。いや鉄板でいいんだよ。うん。いいね、うん、いいな。純ちゃんカレーと A ちゃんムニエルがある。ムニエル、うん、A ちゃんムニエルあった、うん、あれ鮭、鮭へー、おいしいよ。すごいじゃんみんな技持ってんね、うんうん、俺なんでしょうか、いくちゃん、いくちゃんコロッケとかしよコロッケコロッケ難易度高いんだよ、ハードなのにそうか、しかもカニクリームとかですごい手間かかって意外と仕込んでくるっていうね。意外と仕込みをするんでしょ、だってやっぱり。まあね、うん、焼くだけにしといてみたいなことだよね。まあまあ向こうでできるもんはやっちゃうけど、うん、なるほど。そう、じゃあセバちゃん、セバちゃんなんだろうね。セバスラーメンでしょ。セバちゃんラーメンそうなの、セバちゃんラーメンどうぞ。もうそのなんつうか、こういろんなもみじとかそういうとんこつ入れてこう寸胴から24時間ぐらい持ってくんだ。くせえよとかってみんなに言われる、とんこつ臭くなる。ちょっと楽しみですね、うん、そういうのも。酢豚とかね、セバス結構本気だね、うん、火力足んねーとかってねすごい、ね、すごい、あと3分だって。意外と、ね、意外と全然普通に喋ってたもん、うん、楽屋トーク、うん、楽屋トークだね。ゆるい感じがね、今回。なんかあれないんですか、情報、情報じゃなくて。情報はね、もう言っちゃいましたよ。全部終わりました、うんうん。まあね、6月のツアーで何かしら持っていくっていうのはね、うん、もうこれは、いやツアーやりたいな、うん、ツアー良かったもんね、去年のね、うん、あれはメンバーのことが好きになるなるね、うん、新しい土地にも今回行くしね、3カ所、うん、すごいね、島根に行く、うん、鳥取と島根が初だね、うん、岡山やったもんね。俺鳥取砂丘行ってみてえな、うん、ああ。あ、まあ行くにもあるか。いや、行ったことないの、うん、ないないない、あるでしょ。どこ？鳥取砂丘、あるあるある。鳥取砂丘で、あのね、シャムシェードの、うん、あれなんだ、曇りのち晴れじゃなくて、なんだったっけ、なんかの PV が鳥取砂丘です。そうなの、うん、確か、うん、あ、そう、砂漠な、うん、帰って見てみよう。それあれだね、前乗りすればいけんじゃない、うん、ああ、そっか、うん、でも超つまんない、ただ砂だけの、うん、え、出雲大社は遠いの？あ、出雲大社か、いや出雲大社いいね、出雲大社遠くないと思うよ、島根から、島根の場所から多分、うん、行きたいな俺。小泉八雲も出雲大社、うんうん、あ、出雲大社か、え、あの MSB か、うんうん、有名よね。へえ、うんうん、あれ海に浮いてんのはどこだっけ、広島か、あ、宮島なんだっけ、屋久島は島じゃない、あれはあれは違うとこ、違うとこ、宮島、あの鳥居が、そうそう、海出たり入ったり、行くし、行ったんだっけ、厳島、厳島神社、うん、ああ厳島神社、え、そう、出雲大社はすっげえでかい縄があると思う、そう、あのこういうしめ縄があって、うん、こう下向いてて、そこにみんなこうお金を刺して、縄がこう下向いてるじゃん、うん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 、うん、それをこうやって拝むみたいなのだったけど、まあ、その賽銭泥棒がまあめちゃくちゃいるらしくて、結構そういうガッツあるやつ、ね、うん、よくそういうとこからさ、その賽銭なるものをさ、うん、いわゆるまあヤンキーとか高校生の、あ、まだその分裂があってバーって出して、なるほどね、だから今はねできなくなったらしい、なんか網が張ったのよ、なんかわかんないけど、うん、そういうのも一切できなくってるんじゃなかったっけね、多分、うん、ね、なるほどね、うん、刺したらダメなんだ、マナー違反なんだってね、なるほどね、今は刺さないって書いてあるね、うんうん、へえ、バチ当たるよ、バチ当たるよね、本当に、うんうん、まあ子供だから分かんないんだけどね、うん、うん、なるほど、ああもう終わっちゃうよ、おお、うん、うん、あ、終わっちゃった、うん、まあ、30分、はい、まあ来月ね、4月13日、はい、新宿ブレイズで、はい、またね、ライブやりますんで、うん、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、うん、はい、それでは今日はボーカルの英二郎とドラムのドラム、ごめんなさい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 、ごめ
なくて。いやいや、どうぞどうぞ。早く終えよ。終わるわ。早く、ほらほら、終わるって10秒しかねえ。じゃあ、順次です。やれー、バイバイ。